電気陰性度の差により、水分子中の電子は、酸素原子側に引き寄せられている。水分子間における、水素結合のモデル。図中のように、水分子同士のデルタとデルタマイナスが引き合うことで、水素結合する。水と浸水性分子間でも、同様の水素結合が生じることで、浸水性分子は水に溶解する。浸水性とは、水との間に親和性を示す。 科学種や地換気の物理的特性を指す。その神話性は、通常、水素結合に由来する。なお、英語で、浸水性を意味するハイドローファイルの語は、ギリシャ語で、ウォーターを意味するハイドローズと、フレンドシップを意味するファイオタラムダイオタアルファに由来する。浸水性は、水との間に水素結合を作ることで、水に溶解しやすいかあるいは水に混ざりやすい。 性質であり、熱力学的に好ましい現象である。また、浸水性の分子は、水の他に、極性溶媒にも可用である。ただし、水に溶解しない場合でも、例えば物質表面が水に濡れやすい場合でも、浸水性と表現する場合がある。浸水性分子あるいは浸水性元は、その極性により水素結合を形成できることから、油や、 疎水性溶媒よりも水に溶けやすい。浸水性分子はまた、双極子モーメントや有電率から、極性分子としても知られる。いくつかの浸水性物質は不溶性であり、このような混合物をコロイドという。両心媒性物質である石鹸は、浸水性の頭部と疎水性の微部を持つため、極性溶媒と非極性溶媒の双方に溶解する。 有機化合物の水溶性に関するおおよその経験則として少なくとも炭素5個あたり電荷を帯びていない1個の浸水性元が存在するかもしくは少なくとも炭素7個あたり電荷を帯びた1個の浸水性元が存在するとき水に対する分子の可用性が質量パーセント濃度で1%以上となることが知られている。ありがとうございます。